マッシモ・デ・ベルナルトやマッシモ・デ・ベルナルド等の表記がなされることがある。イタリアオペラ式の名手として知られ、1998年にボローニャ歌劇場の来日公演でカバレリアル・スティカーナを指揮した際には、歴史的名演として日本の観客に鮮烈な印象を刻み込んだ。マスカーニとプチーニの指揮においては、 現代最高の指揮者として評価されたが、2004年に54歳で死去した。1950年2月7日に、ローマで生まれる。ベネツィア、フィレンツェ、トリノの各音楽院で、ジャンフランチェスコ・マリピエロ、マリア・ティーポ、ロベルト・ルーピ、ジノ・ゴリーニの各詞に、作曲やピアノを指示した後、ウィーン国立音楽大学で、ハンス・スワルフスキーに指揮法を学ぶ。 1967年には作曲でビオッティ賞を受賞した。1974年からリボルの音楽院で教鞭を取る傍らで、1975年からフランコ・フェラーラ及びジャナンドレアがバッツェーニの助手を務めた。1976年からはオペラ指揮者として、 パレルモのビットリオ・エマヌ・エーレ・マッシモ劇場、ベニスのフェニーチェザ、ナポリのサンカルロ劇場、カリアリのパレストリーナ劇場などに客演して、キャリアを重ねた。恩師であるが抜粋にによる影響から、イタリアオペラへの情熱を深く抱くようになり、とりわけ、ピエトロ・マスカーニをはじめとする、ベリズムオペラのうまさで知られたほか、ガエターノ・ドニゼッティや、ヴィンチェンツ・オベッリーニのベルカント・オペラにおいても、 名演を残した。また、オペラ以外にもニーノ・ロータの純音楽をはじめとするイタリア人作曲家による気楽曲を指揮したレコードも残している。1977年では、シエナでイタリアユース管弦楽団を発足させ、1980年にはトスカーナ州立管弦楽団の設立に音楽監督として関わった。1994年からは、 リボルノ歌劇場の芸術監督として、敏腕を発揮し、イタリアオペラの指揮において、第一人者としての地位を確立した。特に、リボルノ歌劇場では、当時のイタリア大統領、カルロ・アセリオ・チャンピの臨席の下で、ピエトル・マスカーニのカバレリアル・スティカーナを指揮。歴史的名演として今も、イタリアでは語り継がれている。1998年9月に、 ボローニャ歌劇場の来日公演に指揮者として同行。ビワコ大ホールでマスカーニのカバレリアルスティカーナとジャコモプッチーニのジャンニス・キッキを指揮する。ジャンニス・キッキの指揮も好評だったが、とりわけカバレリアルスティカーナの指揮は歴史的名演として聴衆に深い感銘を刻み込んだ。アグネス・バルツァのサントゥッツァとホセクーラのトゥリットゥも評価が高かったが、 とりわけデベルナールの指揮によるカバレリアルスティカーナ感想曲の美しさは伝説となっている。日本では現在に至るまでデベルナールの指揮を超えるカバレリアルスティカーナ感想曲の演奏は存在しないと言われている。ライターの玉木正幸は音楽の共に寄稿したコラムにおいてデベルナールによるカバレリアルスティカーナの指揮を絶賛。イタリア人はまだ イタリア人をやってるじゃないか。そんな風に感じたのは何年か前、ボローニャ歌劇場の来日公演でカバレリアルスティカーナの感想曲を聴いた時のことだった。マッシモデ・ベルナールの指揮によるたっぷりと遅いテンポでバイオリンがすすり泣くような美しい美しいメロディを奏でる。それはアリオがたっぷりと聴いたペペロンチーノの味わいだった。と最上級の賞賛を送っている。 2004年の1月に脳梗塞で倒れ、闘病生活を送ったが、同年3月1日にローマにて死去した。最後の式となった2004年1月19日のピサ、歌劇場での演奏も最も得意としたカバレリアルスティカーナであった。デベルナールの死後にリボルの歌劇場の還元楽団は、デベルナールへの死後の念を込めて、マッシモでベルナール還元楽団を設立。 オペラ以外の気楽曲を演奏する際やオペラ全曲の CD 録音をする際にはこの名称を名乗っている。E. モールトでバーナートウーノデイパドリーデルオート。ラレイプーブリーコ。イット。2013年8月18日閲覧。ABCD.E. モールトマッシモでバーナート。サプリバ。2013年8月18日閲覧。やったリーナ。頑張リーナ。イタリーア。 玉木正幸コラム音楽編ハット L オーケストラマシモデバーナートありがとうございます